join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. 安岡慎一のトークへ行った。はい、ということで、うん、しんちゃんのコーナーです。はい、あ、俺もコーナー来ちゃった。来ちゃったよ。あ、来ちゃったのね、うん、今日は何のお話かな。ね、何の話しようかね。さえちゃん、夏っぽいこと何かしましたか。夏っぽいこと、花火をしました、子供たちと。へー。子供といとこと、うん、一緒に久しぶりに花火したら、なんかあの花火のさ、うん、香りを嗅ぐと一気に夏だなっていう感じがしますね。そうか、花火はちょっともうしばらくしてないな俺。まあでもいいな、香りがいいな、夏だなって思ってたけど、油断したらさ、煙うわって吸っちゃってさ、うん、うえっってなっちゃうのよね。海とか行かなかったですか。海はね、うん、ね、ドライブでその入ってはないんですけど、うん、海の近くをドライブしたっていうのは行きました。あ、ケアとかあっちの方、糸島の方とかね。糸島の方がやっぱそうだね、福岡だとそうだもんね、うん、あの、うん、僕のおすすめの海がありまして。あら、あの海の家の店長をした、うん、あの海ではなくて、海の家の店長は店長ってやりましたよ。やりましたよ、ね、150坪の店です。あれは東浜、いや江ノ島ですね。そう、江ノ島でしたね。江ノ島の東浜で、うん、やりました。あと江ノ島の新さん、そう、江ノ島の新さんになってびっくりするぐらいの、はい、あのナンパの神様と言われました。言われて、はい、あのかなり売り上げたという、売り上げました、ね、だいぶ売り上げました。伝説の海の家やりました。江ノ島でやりましたね。やったんですけど、そこではなく、まあ、江ノ島ではなくて、うん、あのこれちょっと、これラジオで話すかちょっとね、ぐーっとそのちょっとためらったんだけど、何、どこ、あ、人には教えたくない素敵なところってこと。そういうことなのよ。で、毎年毎年、はい、人が増えていってんの、やっぱりみんな気づき始めて。聞きたいわ。だからまあちょっとね、もう今日はでも、うん、もういよいよ話さなきゃいけないかなと。聞きたい。あのね、壱岐対馬の壱岐なの。あー、これすごくいいって言いますよね。これみんなね、うん、知らないと思うんだけど、はい、壱岐って、うん、博多港からフェリーで高速船で1時間で片道着いちゃうのよ、うん、で片道お金も4500円ぐらい、うん、で、朝8時の便で行って、うん、夕方5時の便とかで帰って、日帰りも全然できちゃうのよ。あ、そう。で、向こうに行ってレンタカーを借りないといけないなとかって思ってる人全然違います。向こうは海の家がありまして、海の家の人が、うん、あの事前に予約しておけば、うん、あのフェリーターミナルまで迎えに来てくださるんだ。そうなんだ。そうなのよ。これで海行くでしょ、うん、これ透明度がむちゃくちゃ高くて、うん、めっちゃめっちゃ綺麗なの。行きたくなった。いや、私の知り合いが、うん、壱岐出身の人がいるんですよ、うん、で話聞いてたら、もうなんか聞くだけでさ、うん、もう絵日記が描けそうなぐらいもう綺麗な、ね、いや、むちゃくちゃエメラルドグリーンの、もう海がぷわっと開く、海水浴場も綺麗な海がもうバーサーと。でまだやっぱり、うん、そんなにまだ人が行き来することが多くないので、フェリーも別に当日でも乗れちゃったりとかするんだけど、だんだんやっぱそのだんだんみんな、あれ、沖縄行くより壱岐の方が良くねって気づき出しちゃったのよ。行きやすいってことですよね。気づきだ。ご飯も美味しいでしょ。俺はずっと前から、もう何年前から知ってるんだけど、それでさ、うん、沖縄のさ、うん、やっぱ料理ってやっぱちょっと独特じゃない。まあ私はそれが大好きだけどね。ね、まあまあまあ癖もあるし、ありますし、で魚はやっぱどっちかというと暖かい海で取れてるものだから、どっちかっていうと刺身っていうものではなくて揚げてあるものとか、そうだね。そっちの方法よりじゃない。はい。壱岐の海産物激うまっす。最高って言いますよね。もう激うま。もう魚海鮮全部もう。わあ、いいね。ね、壱岐牛っていう牛もあるんですよ。有名でございますわよ。壱岐牛ちゃんと予約しとけば、うん、バーベキューできます。あ、そうなんだ。海でバーベキューもちゃんと海の人が用意してくれる。壱岐牛
へ、例えばさ4人で行ったりとかするじゃない、うん、4人で行ったら4人分頼まないといけない、そうじゃないんです、うん、4人で行っても2人分でもいいんですよ。はあ、そうなの。5人で行っても3人前でいいとかさ、ちょっとやっぱ5人前頼んじゃったら残っちゃって、ちょっともうお腹いっぱいとかなって、もったいないなってことありますもんね、うん、だからそこにもあの息で取れた海産物ホタテとかね、いろいろと、へえ、そんなのそのままバーベキューして。息でもホタテ取れるんですか。ウニも取れるよ。うわ、サザエも取れちゃうのよ。もう質問です。はい、どうぞ。その海の家に事前に予約をしていたら、うん、フェリーのところまで迎えに来てくれるってありましたけど、うん、そのインターネットなどで、うん、その息、うん、海の家とか調べたらもう簡単に分かるんですか、出てくるんですか。分かるんですよ。これ分かっちゃうんだな、これ分かっちゃう、これ言いたくないんだよ。なんで福岡で実はそんなに、うん、その福岡の博多港からさ、うん、フェリーで行けちゃうじゃん、うん、それなぜ知られてないと思う。俺調べたの、いろいろと。なんでだと思う。なんでかな。長崎県なの。え、壱岐って長崎県なのよ。だから福岡県の人が実はそんなに知らないのよ、うん。え、どういうこと。いや、壱岐知ってますよ。壱岐知ってるでしょ、うん、でも壱岐は長崎県なんだよ。長崎県壱岐市なのよ、うん、ここ福岡県福岡市なのよ、うん、違うのよ、自治体が違うのよ。でもそっか、いや壱岐はね、うん、そのすごくいい場所で、うん、おすすめでっていうのは本当によく聞いてたし、うん、もう知り合いもよく遊びに行ったりもするから、うん、長崎の人の方がよく知ってんのよ。あ、でもそうかもね。そうなのよ。確かにその海泳ぎに行くっていうよりは、うん、息に旅行で行くっていう感覚が強いの。いい感覚でしょ。違うのよ。フラッと泳ぎに行くっていう感覚ないわ。福岡市、福岡県福岡市の港から日帰りできちゃう海なのよ。あ、 そしてなんと、うん、沖縄にも断然安い。そりゃそうよね、福岡の人から言うと。そりゃそうだよ。しかももう本当に距離としても手軽に行けるからね。そうなの。はあ、それは言われてみればだな。海、ね、海むちゃくちゃ綺麗で、はい、でさらに壱岐から、うん、2500円で、うん、遊覧船に乗って、観光船に乗って無人島に行くんですよ、はい、でそこでもまた2500円ぐらいで、うん、海水浴ができたりとかする。無人島でもう10分ぐらいのところにものすごい、もう真っ白なビーチに、本当プライベートビーチかよっていうところに、へー、エメラルドグリーンの海が広がってて、うん、おーマイガーって出ます。本当、いや日帰りでも行けるっていうのは一つ魅力とは思うんですけど、魅力なのよ。一泊したいっていう場合は、まあそれがまだね、うん、やっぱ旅館とかホテルとかもあるんだけど、うん、そのリゾートが全然まだまだこれからなので、全然ないやってないので、うん、でも旅館とかもあるんですよ、うんうんうん、で昔ながらの旅館とかで1泊2食付きで1万円とかであるんですよ、うん、その旅館の飯もくっそうまいのよ、うん、そうでしょうね。小さいお子さんでも行きやすいですか。行きやすいです。海水浴場は特に内海になっててきちっともう、うん、あの囲われてるから、晴れの日に行ったらもう波なんか全然、あ、穏やかだ、穏やかです。でさらに横にはあのマリンのジェットとかバナナボートとかが乗れるように、いろいろアクティビティも充実してて、うん、最高なのよ。あ、いいわ。そうだからちょっとやっぱさ、うん、家族が大人数になったりとかすると、うんうん、沖縄のねこのトップシーズンなんていうとやっぱ高くなっちゃうじゃない。いけないですよね。往復でもうなんだってね。そう、交通費だけでもかなりの額になり、なっちゃうし、宿泊費がまた高い、高いしみたいなねーってなるもんね。なんなら日帰りで行けちゃうから。そっか、あ、いいこと聞いた。その海水浴っていう目的では思いつかなかった。海水浴で本当に海の家でね、うん、バーベキューして、ちょっとね朝一の、うん、ちょっと早いですけど8時の便で行って9時に着いて、うん、で9時からプール海に行って、うん、で海で、まあ、10時ぐらいから泳ぎ出して、うん、で昼バーベキューして、で夕方4時ぐらいにみんなもうシャワー浴びて上がって、うんうん、でフェリー乗り場行って、うん、帰ってくると。1時間で帰ってくると。へー、それはいいわ。これね本当と教えたくないんだよな俺。これ言っちゃった、言っちゃったな、これ追い込まれて言っちゃった。いやー、これはでもいいわ。これ追い込まれて言っちゃった、教えちゃった。まあね、本当に
今週で夏休み終わりっていう、ね、うん、方も多いと思うんですけど、最後に思い出作りにっていうのもおすすめかもね。全然、あのね、さらに、まあ、レンタカーとかも事前予約 しとけば、うん、あの乗り捨てもできるんですよ。だからレンタカー、まあ、まあそのフェリー乗り場について、うん、ゴーノーラって言うんですけど、うん、ついてそこからバーっと車で、うん、レンタカーもビューって言って、もう、1日いくらでとかっていう乗り捨てのやつとかにしちゃえば、まあ、軽とかちっちゃいやつとかだともう 5,6 千で行けるし、でそれでバーっと上まで行くとイルカパークっていうのがあるんだよ。うん、イルカに会えるの？イルカがね、うん、餌があげれたりとか、で晴れた日はカヤックに乗って、うん、イルカと一緒にカヤックできたりとかしちゃうのよ。はい、もうバッチリよ。子供なんかもう大喜び。ね、ちなみに、うん、フェリー乗り場から、うん、その海の家がある綺麗なエメラルドグリーンの海までは、うん、距離どのぐらいですか？車で10分15分ぐらいじゃない？そんなに近いのね。でもレンタカー借りてもいいんだけど、うん、全然もうその本当にもう海で遊ぶって決めてたら いいと思う。それでいいですよね、うん、例えばイルカパークに行きたいとかだったら車でいっぱいあって予約してパッと行って遊んでか、ね、帰ってくるとか。へえ、イルカパークももう一昨年かな改装されてものすごい綺麗になってんのよ。あ、そうなんだ。中にもすごいおしゃれなカフェが入ってたりとか、ね、へえ、しちゃうから楽しめちゃう。楽しめちゃうのよ。あ、そうなんだ。そして今年はクーポンも出てます。あ、そうなんだ。はい、クーポン使えば。クーポンってどこでどうやって入手するんですか？それ、長崎の観光協会とかその域の観光協会で調べれば出てきますんで。フェリーをこれ聞いた。言っちゃった。聞いちゃった。あ、言ったー。これはいいわ。参っちゃうわ。あ、ちょっと計画立てようかな。あのね、結構ね、実は長崎、うん、そういったそのなんて言うんだろう、あの GoTo 的な、はいはい、結構そのキャンペーンというか、キャンペーンが結構長崎は充実してて力を入れてらしたのね、うん、本当に息もそうですけど、ちょっと車で遠出したいなっていうと平戸あたりとかに行ったりとかして、平戸の、ね、ホテルでね一泊してとかっていうとでも使えたりとかするんで、うん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 、ガソリンのなんかこうリッター券のなんかあるみたいですよ。もうなくなっちゃったかもしれないけど、うんうん、調べてみましょう。皆さん、行きおすすめでございます。めちゃくちゃいい情報をありがとうございました。いいえ聞いちゃいました。ワッフルーム安岡慎一の遠くへ行ったでした。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学をRKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組「我思うゆえに我あり」、ぜひお聞きください。